8月15日、大田区蒲田にある大田国際交流センターで、大田区の姉妹都市であるアメリカマサチューセッツ州セーラム市の学生訪問団と大田区在住の学生による交流会が開かれました。セーラム市と大田区は33年前の1991年に姉妹都市になりました。交流会はコロナの影響で中断されていましたが、今年6年ぶりに開催されました。お互いの文化や伝統を分かち合えるような関係、そして国を超えた交流の関係をずっと築けていけたらいいなと考えています。少しちょっと恥ずかしい気持ちもあったかと思うんですけれども、お弁当を食べながらですとかワークショップを通して皆さん少しずつですが距離を深めることができたのかなと思っています。交流会では日本文化の一つである食品サンプルを制作したり、一緒にランチを食べながら親交を深めました。参加者は好きな映画や動物、趣味、休みの日の過ごし方などについて英語で話しながら交流しました。Everything is super cool. The people are amazing. The food is amazing. Everything is awesome. すごいいい子たちで、それこそさっきお話ししてた時にセーラム来てほしいって言われたり、セーラム来たらいろんなハンバーガー屋さん案内するよって言われたので、機会があったら行ってみたいと思います。